そういう感覚の人は喜ばはるんだよね。まあまあ芸術的な感じをでも出したいわけ。これからわけのわからんのは、それを逆に僕はね、あの興味あることがあるの。その人にとって。最初だって言うてんやけど、今空気台って言うけど。空気台。空気台。空気台。この。今日はね、たまたま見つけたんですけど、この近くにカオスの間というのがね、この辺にあるということで、東山ですかね、カオスの間というのがあって、なんでもね、ちょっとね、やばい感じの場所らしいんですよね。で、ちょっとね、今日はこのね、京都の東山の街を歩きながら行ってみようかなと思います。始まりました。結構ね、東山から、地下鉄の東山駅降りたらもうすでにね、京都なんですよね。京都らしい感じで、ちょっと Google マップで調べてるんですけど、かなりね近くにあるみたいですけど、もうすでにここですね。ネクストワールドミュージアム、カオスやってんのかな。ちょっ、こんにちは。いらっしゃい。あ、いいですか。うん、大丈夫ですか。これはもうどんな感じなんですか。どんな感じ。はい、ちょっと初めて来たんで、どんな感じで簡単に言うか。よく聞かれるんだけどな、ここ来たらな。はいはい、僕何もここのこと説明しないし、どういう店も言わない。最初だって言うてんやけど、今、結核の言葉ないから、はい。今、空気台って言うけど。あ、空気台。空気台。空気台。この、この空間。空間。漂う。空気という。空気台。ここの、お店の名前ってのは、カオスの前。っていうのは、あんまり僕も、詳しい意味がわからないですけど、宇宙はできる以前の状態を言うね。つまり、どう言うて、具体的に言えない。
問しても大丈夫です。大丈夫ですよ。なんか見た感じ、うん、結構なんか芸術的な感じがするんですよ。本当はそうしたいよ、俺は、ええ。本当はそういうとこ、それがメインで、わざわざ言うことないけど、はい、そういう感覚の人は喜ばはるんだよね。はいはい、そしまあまあ芸術的な感じをでも出したいわけ。言うたように、いろんな人の感じ方ちゃうやろ。はいはいはい。そう受け方ちゃうから。そうですよね。先ほど言ってた。そういうこと、それから。まあ全部見て、見たら、なんか、その、やっぱり、どういうとこなのかっていう説明は多分、いらないかもしれない。自分のね、やっぱさっき言ったように。これ何ですかね、これ。はいはいはい。わからへんから。今までの、今のイメージの範疇に。ああ、ですよね。何ですかね、聞かないと。何ぞ、このわけのわからんっていう意味や。ええ。だから、これからわけのわからんのは、それは逆に僕はね、興味あることがある。その人たちは。空気、前空気出てる。はい。これからそういう空気を求め、一番大事やなと思った。与えてあげるの。ああ。その空気は、例えば君やったら、あ、もっと、あ、いろんな発想湧いてきたとかな。はいはいはい。想像力出てきたとか、やる気起こってきたとか、まあいろいろ空気与えてやる。はいはいはい。そういう空気を、いろんな人にいろんなものを与えてなんだっていう。でまあね、コロコロ変えたいわけですよ、私も。うん、ああ、そろ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 、空気を変えたい。ああ、常に流動してる。流動的にしたいの。はいはい。だから、自分はせっかくやから、これの、これも YouTuber になりたいんだけど、はい。胸取ってないように流したいんだけど、俺みたいに中のかとかになるようなそうですね、ゴルフの岡山、おっさんは全部それよねええらいで岡山県だけであれでもうだいぶ上に行きちゃうでそうですか いや、それやっぱ岡山言うても岡山好きや言ってねまた岡山言うてもやっても岡山の家に用なのはねえだから岡山だけが盛り上がってんのかなって最初思ってたんですけどそうですか日本人もじゃないその主人公が岡山帰るか、岡山帰るか、岡山もあった。イメージ合わねえ。そうですね、なんか。悪いけど。ねえ、なんか前までは岡山、関西の人に聞いたら、岡山どことか言われて。言われたことあるやろ。あります、何回もあります。漠然と広島にあるけど、どこか分からへん。なんか、和歌山と岡山間違われて、すごい悲しくて、関西とか言われて。で、岡山なんやねん出てきへんからな。そう。悪いけど、広島で県漠とかな。そうですね。そうですね。そうですね。いろいろ考えて。それはいろいろ考えた感じ。そうですね。僕はもう一つのだからね。いかに一般それは頭に入れてるからね。あれが入ってるから。じゃあまた連れてきて。はい、来ます。はい、はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、すみません。はい、どうぞ。よいしょ。はい、というわけで、今日はね、お疲れ様でした。まあ今日ね、カオスの間というところに行ってきたんですけど、いやーね、やっぱいろいろ考えさせられますね。まあ行った人しか本当にわからない場所であることは確かですね。もう人それぞれの場所だと思うんですよね。はい、もうここがやばいとか、楽しいとか、可愛らしいとか、怖いとか、いろんな感じ取り方がそれぞれあるんで、まあ、カオスっていうのが、まあ、未知の空間っていうかそういう部分でもあったりするとかいうことをいろいろ言ってられたんで、まあ、人それぞれのその価値観裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。